第1試合シングルマッチ、ノーマーシー平柳玄馬対井上正雄。ゴールデンウィークの 4.29 後楽園ホール、今年のグローバルタッグリーグ戦のその優勝チームを見届けるべく、大勢のファンがこの後楽園ホールに詰めかけています。その第1試合を任されているのは、まず入場してきた井上正雄です。開幕戦に続きこの最終戦にも出場することになりました。最近は全日本プロレスの剣僧とシングルマッチも戦い、その剣僧ワールドと魔僧ワールドを戦わせています井上正雄です。この井上正雄とシングルマッチ戦いますのは平柳玄馬です。試合前にはリング上で今欠場している健太と熱心に練習をしていました。この平柳玄馬、ゆっくりと堂々とこのリングに近づいてきます。平柳玄馬です。さあ、このノーマーシーの平柳玄馬がセカンドロープをまたいで威風堂々と入場してまいりました。さあ、ノーマーシーのこの平柳玄馬、赤コーナー、そして青コーナー井上正雄、悪道とアラフォーの戦いです。15分の一本勝負。さあ、リング中央付近に寄っているのがこの井上正雄、42歳。1991年にデビューしてキャリアはもう21年です。一方、不敵な笑みを浮かべているこの平柳玄馬、1980年の32歳、2005年にデビューしてキャリアは6年6ヶ月。さあ、そのゴングが打ち鳴らされました。もういきなり後楽園ホールは正雄コールが起こり始めています。その中でこの井上正雄がどういう試合を見せるのか、あるいは平柳玄馬がその正雄コールを聞いてどう仕掛けてくるんでしょうか。さあ、ここはクリーンにブレイクするのか井上正雄。ポーンと胸を叩いて距離を取ります。大きな拍手が送られます。さあ、そうなるとこの玄馬はどういうふうに動いてくるのか。さあ、組み合った、リング中央押し込んでいく、ロープを背にしている井上正雄、そして押し込む平柳玄馬。おい、こら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 、おい、こら、いらっしゃくれー。お、胸を叩いて、そしてもろ手を上げて距離を取りました。さあ、一つ二つうなずきましたこの井上正雄です。そしてここから力比べの体勢に行こうと、おっと、ストマキの外は放って、そして今度は首根っこ、そして顔面をかきむしっていきます。まだ不殺法にはこの定評のある井上正雄です。そして悪道と称されるこの平柳玄馬、さあ、今度はこの井上正雄、フライングメア首投げから、しかしこの平柳玄馬がうまくすり抜けて、この井上の左腕を捉えています。さあ、頭のあたりを左手でがっちりと押さえて、そして2サンプ、膝を打っていきます。そしてもう一度打っていきます。悪道の悪道たるゆえん、そのあたりを存分にこの第1試合で示してくるんでしょうか。そしてラフ殺法に定評のあるこの井上正雄がどういう攻撃を仕掛けてくるのか。ここは静かな動きになっています。井上の左肩を捉えますが、すぐさまストマックにパンチを入れていった。キックを放って、そして、お、顔面をかきむしっていきます。大人の悪い時間になっています。さあ、キックを一発放って、飲んだ、これは精神的には相当厳しいものでしょう。さあ、ブレンバスターだ、106キロ、あっと、井上が簡単にこの左の現場85キロを投げていきました。
そしてファーストカバー井上正夫、カバーはカウント2。レフェリーに文句を言います。このゴールデンウィーク4月29日に行われている後楽園ホール、12時に第1試合が始まっているんですが、もうすでに満員のお客さんが詰めかけているこの後楽園ホールです。そしてその第1試合からこの2人がこの後楽園ホールに集まったファンの耳目を集めています。うっすらと顔面に汗をかき始めましたこの井上正夫です。そしてその頭頂部に対してパンチを放っていく、クリーンファイトを求める声がファンから飛んでいます。さあ平柳玄馬がちょっと苦しい状況になっているでしょうか。肩をぶつけていきますこの井上、スマックにキックを放って、そしてこの鈴木平柳玄馬に対して何を仕掛けてくるんでしょうか。さあ顔面をもう一度かきむしっていきます。分かってるよ。まあこのツアーではこの井上正夫、開幕戦では鈴木小太郎とシングルマッチ戦いました。そして最終戦ではこの平柳玄馬と戦うという状況になっています。喉元を捉えた。そして現場落としを放っていきました。さあ今度はニュートラルコーナーでトップに登っていく。そして今度はミサイルキックを放って井上正夫1回転。まあ、この今ツアーはこの平柳現場、金丸と組んで鈴木小太郎、青木の持つ GSC ジュニアタックのそのベルトに挑んだというシーンもありました。さあ井上に飛ばされまして、さあ連発のラリアット、そしてリング中央に引き連れてきてミリオンダラーバスターの体勢、足をかけてミリオンダラーバスター、さあ腕をぐるぐる回し始めます。おりゃラリアットの体勢に入ろうというところ、平柳玄馬がゆっくりと起き上がってくるのを待ちますが、平柳玄馬状況を確認しています。場外エスケープ。さあ井上正夫は、ああ正夫コールが起こります。井上正夫にこのファンの大きな期待が寄せられます。さあ平柳を場外で、ああっと平柳が井上正夫を振り返した。そして平柳は、お椅子を取り出しました。ノーマーシー谷口がよくこのイス攻撃を見せますが、そのノーマーシーが一番、やっと止めた止めた、待ての一言で止めました。そして平柳現場をリング上に戻します。さあその平柳現場が、おっと今度は井上正夫を飛ばしていって、キックで迎撃、そしてオレアラリアット、なぎ倒していってリング中央。さあカバーはカウント2。レフリーの大きな声で文句を言います。おっとアルゼンチンバックブリーカー見られるんでしょうか。さあうんと平柳現場が、おっとレフリーにぶつけていった。そして急所攻撃、井上正夫内股状況、そして顔面に唾吐きかけて、そして今度は106キロブレンバスターで持ち上げようというところ、しかしあーと丸め込んだ。さあカバーに入る、どうだ、返すことができるか、返すことができない、一瞬の隙を突きました平柳玄馬、ヘビー級の井上正夫から勝利を奪いました。あーっと眉を潜めるこの井上正夫です。納得しきれないという表情のこの井上正夫、平柳玄馬がうまく丸め込んでこの井上正夫から勝利を奪いました。全く納得いっていないという表情のこの井上正夫はずっとレフリーを睨みつけています。そして勝利を飾りましたこの平柳玄馬はもうすでにリングを去っています。
勝負タイムは7分13秒、首固めで3カウント。平柳玄馬が井上正夫から勝利を奪っています。依然として不服の表情を浮かべているこの井上正夫です。レフェリーに詰め寄りますが、ああまだ納得できません。平柳玄馬にうまく丸め込まれて3カウントを聞いてしまいました。この井上正夫、今ツアーは開幕戦に続いてこの最終戦でも後楽園ホールで戦いましたが、この平柳玄馬に敗北を喫しています。